皆様どうも、こんにちは。本日もですね、フォトキナやその周辺で出てきた、新製品について、ちょっと見ていこうと思うんですけれども、昨日まではですね、基本的にはレンズが交換可能なタイプをね、ちょっとまとめてみました。ちょっと最後の方ですね、GoPro っていう打足がついてましたけれども、昨日にちょっと含めればよかったかな。若干そこら辺後悔してるんですけれども、とにかく今日はですね、コンデジェについてちょっとスポットを当てて話していこうと思います。それではですね、よろしくお願いいたします。で、まずはですね、フォトキナが始まるちょっと前ですね、1日前だと思うんですけれども、リコーからですね、リコー GR3 というものが、開発中ですよというアナウンスがありました。これはまだ発売は決定してないみたいですね。2019年春ということなんで、これまだ予定になってるんでね、もうちょっと伸びるかもしれませんし、またですね、価格なども分かっていません。ただこのリコー GR っていうのがですね、GR2 からちょっと止まってたんですけれども、開発が続くっていうことでね、結構このコンデジはですね、根強いファンが多いみたいで、嬉しいという声がね、結構上がっています。で、何がね、これすごいかっていうと、まずちょっとレンズに感動したんですけど、28mm のね、単焦点レンズなんですが、4分6枚っていうですね、すごく少ない構成になってるんですよ。基本的にはスナップシューターというですね、そういった類のものになるんですけど、軽くするためにですね、レンズ枚数もかなり削ってあるんですね。で、これだけレンズ枚数が少ないっていうことは、いわゆるですね、抜けのいい写真が撮れる。また天体写真を撮ってもですね、非常にこの星がすっきりと描写できるということで、ここら辺はね、ちょっと見ててね、感動したので、今日ですね、話にしてみようと思いました。そして、今回からですね、この撮像素子シフト方式の手ブレ補正に対応したということですね。これは結構大きいのではないでしょうか。こういうね、スナップシューターなんで、基本的には手持ちで撮影すると思うんですけど、そのブレを補正するのにですね、非常に有効だと思います。ただ、この3軸手ブレ補正ということですね。あとですね、アストロトレーサーとかはちょっと使えないみたいです。ちなみに他にもですね、有効画素数が2400万画素ということで、この点に関してもですね、GR2 から進歩していますし、細かい点に関してもですね、いろいろと正常進化しているということですね。これはこれでね、非常に楽しみな製品で、GR はですね、ここにも書いてあるんですけど、基本的にはズームできないんですね。単焦点のものになります。で、35mm 版換算で 28mm ということなんで、28mmF2.8 ということなんで、若干ですね、ちょっと画角が狭いなと感じることも、これ僕の感じ方なんですけどね、あるわけです。成形写真とか撮ってるとね、やっぱり 24mm 以上の広角が欲しくなることがね、あるんですよ。ただ、この GR シリーズはね、このコンバージョンレンズというものが出ていまして、この GW3 というものを使えばですね、21mm 相当で使うことができるんですね。ちなみにこちらは GR と GR2 用ということなんですけれども、おそらくですね、この3にも取り付けられるんじゃないかなと、これまだちょっと分かってないところだと思うんですけど、でも共通だと思うんでね。でもどうなんだろう、微妙にね、これレンズ構成とかも変わってるから、新規設計ということなんでね、周辺も微妙に変わってんのかな。そうするとこういったワイコンとか取り付けられなくなるんですけれども、でも多分ですね、大丈夫だとは思います。せっかくね、こういったコンバージョンレンズというものを出してますんで、それが取り付けられないっていうのはね、ちょっとマイナスになってしまうと思うんで、気になるところですね。これあったらあったでね、非常に便利だし、いろいろ楽しむことができるんでね、ぜひ対応だとありがたいかなと思っています。ということでね、このリコー GR3、これはこれで、スナップシューターとして、注目を浴びてるような、そんな感じですね。で、他にもですね、コンデジ、いろんな形がありますけれども、キャノンからもですね、新しいものが出てきています。それがこちらのですね、パワーショット SX70HS。これはまだ海外での発表なんですけれども、こういったものが出てきていますね。こちらのカメラはですね、基本的には、この 60HS からのですね、進化系、正常進化というところですね。ただ、ズーム倍率とかは変わってないのかな。変わってるのはね、画素数がちょっと上がったっていうところと、
あとは、4K が撮れるようになった。それと手ブレ補正がですね、まあ、進化したというのが、こちらの 70HS みたいです。まあ、詳しいスペックシートもね、もうすでに出てるんですけれども、まあ、ここにですね、2030万画素のセンサー使ってあるよと、あるいは 4K30p が撮れるよということが書いてありますね。ただですね、これ 4K 撮れるには撮れるんですけど、クロップなんですよ。これクロップじゃなかったらね、欲しかったなぁと思うんですけどね。いや、まあクロップはクロップでいいとかあるんですけれども、ちょっとね、そこが微妙なんですよね。どうせなら、どのみちセンサーサイズめちゃめちゃちっちゃいじゃないですか。で、このセンサーサイズで2000万画素って結構苦しいと思うんですよね。まあノイズとかもかなり多くなると思うんですよ。だったら、1000万画素くらいにして、こう 4K をね、撮影した時にも、まあクロップせずにそのまま、撮れるような、そういうタイプだったらね、まあ本当に欲しかったなと思っています。まあでもあれだろうな、マーケティング的に、こう、センサーのね、画素数落としちゃうと、インパクト弱くなるからね、まあ、いくら高感度に強くなったとか、4K クロップなしで撮れるよとか、売り出しても、あんまり多分ですね、その購買層に響かないので、まあこういう形になったんでしょうね。まあ僕みたいな見方する人の方がちょっと変わってるかな。まあそれはいいとして、とにかくですね、この新しいものが出たことによって、まあどういう利点があるかというと、こちらの方がですね、若干値段が落ちてるんですよ。で、確か今もう中古だと2万5千ぐらいだったかな。で、これは外部マイクも確かありましたし、そういった端子もありましたし、あとロー撮影もですね、できるわけなんですよ。で、これはこれでね、まあ面白いなと思ってるんですよね。普段の動画撮影とか、あるいはですね、ズームとしては一応1300ミリまで、1300だったかな。それぐらいまで光学ズームがありますんで、まあ動画とか野鳥撮影。あるいはね、ローがあるっていうことで、成形写真とかもね、後でこう持ち上げてですね。どうしても、こういったタイプっていうのは、ISO100 でなければ15秒露光とかできないんですけど、でもまあ後でローならね、持ち上げとかできますんで、まあいろいろ遊ぶのにね、いいかなと思っています。まあちょっと金欠になったらですね、今ある機材を放出して、まあこれにお世話になる日が来るかもしれません。まあということで、キャノンからもですね、こういった新しい、まあネオ一眼って言ったらいいのかな。一応ですね、商品の分類上は、コンパクトデジタルカメラになるんですけれども、まあそういったものが出てきていますね。あ、ちなみにネオ一眼といえばですね、ニコンのクールピクス P1000 もそうなんですけど、あれもね、分類上はコンパクトデジタルカメラになるみたいですね。ニコンのページ行けばわかるんですけど、思わずどこがコンパクトやねんって突っ込みたくなりますけどね。ま、とにかくそれはいいとして、レンズ一体型のですね、こういったカメラの中に、まあ、今ちょっと話題になっている製品があるんですよ。まあ、僕としてはですね、まあ、それは、どうしても多分買えないものですし、まあ、ちょっとね、レンズが 35mmF2 ということなんで、まあ、用途的にも微妙かなと思って、あんまり注目してこなかったんですけれども、まあ、でも調べているうちにですね、なんか機能的な部分、そういったところが面白いなと思いました。それがですね、こちらのツワイスから出てきたですね、ZX-1 だったかな、そういったカメラになります。それで、こちらのカメラが一体どういうものかと言いますと、基本的にはですね、このフルサイズセンサーを搭載した、まあコンデジと言っていいのかな、まあ、レンズ一体型という意味ではコンデジですね。で、800グラム近いんでね、結構ずっしりくるものだと思うんですけれども、で、しかもサイズとしてもですね、フルサイズコンデジといえば、ソニーから RX1 というものが出てますけどね、今確かマーク2出てたっけ。で、これとのですね、まあ、サイズ比較をしてみると、まあ大体こんな感じになるんですよ。まあ一回りからですね、約二回りぐらいでかいです。まあただでかくなったからといって、悪いというだけではなくて、ホールド感とかはね、多分良くなってると思います。で、他にはですね、これ特徴は一体何があるかと言いますと、まあレンズはですね、まあとにかくカールツサイズということなんで、まあディスタゴンなんでね、非常にいいと思います。で、まあ見てもらったらね、こうちょっとわかるんですけれども、非常にですね、ボタンとかが少ないですよね。液晶と、まあちょっとダイヤルがついてるというぐらいで、本当にですね、シンプルになっています。まあちなみになんですけど、こういった EVF もついています。で、こちらのカメラの特徴なんですけれども、それは何と言ってもですね、ライトルームが内蔵されてるんですよね。つまり、ロー現像がですね、ライトルームでできてしまうということです。
で、他にもですね、こう 512GB だったかな、その SSD が内蔵されていまして、まあ、そちらの方にデータをどんどん保存していくということですね。その代わりですね、SD カードとかそういったスロットは用意されてないみたいです。まあ、そこがですね、ちょっと逆転の発想かなっていう感じがするんですよね。今まではですね、まあ iPhone とか iPad に、まあついでにカメラつけちゃいみたいな感じだったじゃないですか。まあついでなんですよ、あくまで。で、これはですね、逆にそのカメラに、まあすごく雑な言い方をすると、パソコンの機能の一部を持たせてしまえと、そういう発想のですね、まあ製品なわけですね。まあ SSD が内蔵されてたり、まあ Lightroom がついてたり、まあそういうことになりますよね。まあそこがね、まあ今までになかったような、まあそういった製品ですね。まあちなみにニコンからですね、まあこういったカメラも出てたんですけどね、Android 搭載したような、まあそういったクールピクス S800C というのがあったんですけど、まあこれはね、若干中途半端なところと、あとアプリがね、微妙に出来が悪いところがあって、あまり広まらなかったみたいです。で、これはね、もっと本格的な、そのライトルームとかが載ってるんでね、まあそこら辺が多分面白いんだろうなと思います。まあ、ちょっとね、独特なカメラにはなってますけれども、今までだったらですね、背面の部分とかたくさんボタン類とかついてたじゃないですか。こういうところにね。まあ、それはどこで補うかというと、この液晶でね、もうほとんどタッチで操作するみたいですね。この液晶もかなり大型になっててですね、確か4.3インチだったかな。今まではまあ3インチ前半ぐらいだったのが、まあ、非常に大きくなってるみたいです。で、まあ、このグリップとかもね、人間工学に基づいてるとかなんとか、そんな話が出ていました。ただね、僕としてはこのカメラ最初見た時にね、あんまりかっこいいとは思わなかったんですけどね、まあ、これはちょっと感性によるところがあると思います。まあ、僕はもうちょっとカメラらしいデザインの方が好きなんでね。ただね、もうカメラに SSD 内蔵しちゃって、もう必要なソフトもほとんど入れとくと。で、操作もほとんどタッチでやっちゃうということで、まあそこら辺がね、本当に革新的だなと思いました。まあなんでね、今日ちょっと話してみようということになりました。ただちょっとね、一方で怖いところもありまして、SSD とかが死んじゃったらですね、どうするんだろうとか、あるいは OS とかがね、まあちょっとハングして使えなくなったりすると、ただの箱になっちゃうんでね、まあそこが若干怖いかなと。まあ今まではですね、例えばカメラが壊れたって言ったら、例えばこうレンズが割れたとかね、あるいはセンサーに何か異常が起きたとか、そういう場合に限られてたんですけど、こいつの場合はですね、OS 側の方で何らかのトラブルがある。あるいはそう、ある意味でこう PC 的な、そういった機能を担当している部分が壊れたとかになると、ちょっとリスクが増えるかなとは思いますね。まあ、今ではこうカメラの心配ばっかりしてればよかったんですけど、まあ、こういうタイプだとですね、そういった部分の心配も出てきますね。ということで、今日はですね、フォトキナで発表された、まあ、それ周辺で発表された、主にこうレンズ一体型のカメラについてね、話してみました。ここまでですね、ご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。